さあ皆さんおはようございます。こんにちは。ちょっと鼻が詰まっておりますが、今日も始まりましたマチカラジオ。メールはまだ到着しております。さあ本日この番組をですね、お送りいたしますのは川口元郷にあります三玉用品店、今日今採寸中です。そして西川口駅西口そばところ二光さん、はい、はい、こちらの提供でお送りいたします。さあこの放送を担当いたしますのは我々 NPO 法人まちづくり川口、それのもちゃもちゃ服部はい、鉄です。はい、ちょっとヘッドホンがぶっ壊れちゃったんで耳の座りが悪い鉄さんです ねヘッドホン割れました今、ね、パキって言ったよね、はい、一応そんな感じでお送りしたいと思います。ですね、メールはまだ到着しておりません。私もこの後ですね、ダイヤモンドシティに行きまして抽選会が始まります。3時からですね、先日皆さんに、買っていただきました川口、元気川口商品券、ところどころ話すりますがご容赦ください。私も人間なので風邪じゃねえんだろう、鼻詰まったりします。元気川口商品券の、それをお店で使ってくれる、そうするとお店の方でハガキを渡すみたいな、そんな抽選会が始まります。さあ今日も1時間たっぷりお届けします。一人だと寂しいね、やっぱりね。寂しいです ね、 最近ね、はい、ね、まあもうそのうち来るでしょう。はい、そんな感じで行ってみたいと思います。まあ今お伝えした通りですね、これから私行きまして3時から抽選会で、2時半からあさみさんのライブが行われますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければと。あさみやすじろうさんですね、ハーモニカの伝道師、それが20分ぐらいライブをやっていただきます。その後お花のプレゼント等々もありますので、ぜひ集まってこいよ、お買い物ついでにさーみたいな感じですね。場所はダイヤモンドシティのセンターコート、スタバの前ですね。あ、どこだろう、そういや分かるスタバの前、スタバの前です。はい、あそこにちょっとした広場がありますので、そこのところまで来てくださいね。 CLL とそれだけでだいぶ楽なんで。さあそれでは今日も始めましょう。今日はもうすでに12月の12日ワンツーワンツーって日ですね。休まないで歩けだけだで、なんでチーターなんでしょうね。ということで12月の12日土曜日、外は晴れておりますね。スカッと昨日朝まで降ってたんだっけか。で昨日暖かくって風吹いてみたいな感じですね。すごかったですね風ね。はい。ガンガン風吹いてましたね。飯田の前の自転車なんかぶっ倒れてて、なんか壊れてました。ああ。壊れてました。ああ。でも自転車屋さん近くにある。目の前にあるから。うん。目の前にあるってね。12月ももう半ば。あと残すは2週。3週ですかね。3週か。はい。3週ありますか。そんな中で、大変だな。テスさんはやっぱり年末になると忙しくなるの？忙しいですね。はい。正月に向けて、4月に向けて。はい。あ、メール到着いたしました。はい。もうヘッドセット完璧に割れちゃって耳が座らないんですけど、全然音が取れないんですけど。みたいですね。はい、はい。まあちょっと音量、音質等々、今日はご容赦いただきたい。話すするのもご容赦いただきたい。寝るの遅刻もご容赦いただきたい。ごめんなさい。心が広い視聴者ばかりだからね、はい。ありがとうございます。はい、メルちゃん到着です。はい。やばい。いや、今までずっとメルの悪口言ってたから。マジ？うそー。うそー。はい、そんな感じで今日はなんか、すいません。逆なんだよね。なんか感じ変だよね。ハトリでーす。え、ちげえよ。お前小鳥ぐらいだよ。俺横取りぐらいだよね。デスさんだいぶ耳のことを心配してますけど、次またヘッドホン買わなきゃいけない。あらら、めっちゃでかくて素敵なのに、かっこいい。割れちゃったの。あ、割れちゃった今。あらら、はい、そんな事情説明もどうぞ。なんかモコってなって。さあ、月島メルです。イエーイ。はい、そんな感じでですね、今日も進めてみたいと思います。はい、さあ今週行ってきたよ、やってきたようなことは なんか思いつきましたか、今座ってる。あんまり、あんまり。あ、でも最近学校の体育でバレーボールやってます。おうおうおう、バレーボールやってる。バレーボールやってる。ポーン。バレーボールできる？できますよ。お、すごいじゃん。
私運動はできるんで。あ、勉強はできないけど。そっかそっか、いいですね。これ勉強もできたし運動もできたし、なんて羨ましい、ね、優等生、うん、そう、そこなんだけどこんなになっちゃった保持できない継続することができない。羽鳥さんどっか行きました？で、意外に行ってないね。だよね、あんまりないね。今週穏やかでしたね。あとはまあ再生会のボランティアですね、ドクターと一緒に、クリスマスの歌を歌ったりなんだりかんだりしながら。お医者さん歌ってたんですか？うん、歌ってました。しかもそのドクターすごいドクター天皇陛下が埼玉県にいらっしゃるとき何かが起きたらその人が出頭する。おお、すごい方だ。すごい、ね、恩師財団ですね。その中のすっごいいい先生です。人間的にも、人間的なんかトゲがなくてね、すごいいい先生です。あ、なんか全てを兼ね備えてる感じイケメンでした。イケメン、もう前から知ってるんで、もう3年目かなぐらいやってるんで、その辺は分かってるんですが、すごいいい先生って言ってきましたね。でも先生風邪ひいてた先生風邪ひいちゃダメです。風邪ひいてた、風邪ひいて、案外お医者さんって風邪ひかないと思ってましたけどまあ人間だから、まあ、菌もらう可能性も高いからね。うん、何しろ扱ってるのが病人だからさ。うんうんうん。まあそんな中で再生会のボランティア、はい、今年最後のボランティアですね、12月8日に、行われました。第2週の火曜日にやるんですけれども、まあ、12月は8日、来年は12日からスタートですね。再生会、再生会病院もう無料ですんで、ぜひ遊びに来ていただければなと。1月の演目は津軽三味線、かっこいいです。じゃん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 、なんだっけ、豊一郎さん。まあそんな感じです。我々的には五条さんというやつ、その方が出演していただきます、はい、そんなことをやってきました。ライブは、ライブ、うん、水曜日にありました。はい、神田で。あ、神田の例の、例のいつものところ、毎週の、うん、来週の神田はあれがあるので、うん、なんだっけ、生放送があるので、ぜひ神田の生放送、神田で、あの、ニコニコ動画で生放送、うん、あ、ニコ動でやる、ニコ動で。そうですか。あとは、うん、なんと決まったんですよ。何が？来週の土曜日、うん、来週の土曜日、久しぶりに私の入ってるダンサーが揃ってライブするんですけど、あの、いちご姫っていうリーダーが子育てで今大阪にいて、うん、久しぶりに帰ってくるんで、うん、あ、それは土曜日の、土曜日の夜、夜、あの、あれです、アイドルの中、あの、 お笑い芸人いっぱいの中、アイドルにポンと帰る、はいはいはい、楽しいです。面白い、面白いです、結構。それが来週と。来週やります、はい、来週土曜日、放送終わってからってことですね。夜です。はい、はい、そんな感じです。ほい、じゃあ今週のプランコーナー行ってみようか。イエーイ。つか、あれ今日俺だけだよね。あ、そっか、うん、え、ま、あ、2キロ走ったんすか、キプランらしいですねすげー。え、今週のキプランコーナー、はい、3つ項目あります。12月の5日、これはあゆみの安行、 JA あゆみのね、うんうんうん、そちらの安行園芸センター第27回開園記念祭り、開園記念祭り、あ、冬だけ開けんのか。いやいやいや、違います。あ、開いてから27回、あ、27回、はい、27周年記念パーティーだ。はい、おーに来てるキュポーっていうことですね。キュポー。そして6日、はい、6日日曜日ですね、今年も川口マラソン大会に参加したキュポ、みんなの温かい声援のおかげで無事2キロ完走したキュポ、すごいですね。キュポラン、大変だ、大変ですね、走れたんだ、うん、そして12月8日火曜日ですね、はい、1110シティコム、いわゆる川口ってやつですね、川口シティコム、いわゆるパソコンの、あ、ウェブサイト、ウェブサイトって言ったらいい、うん、川口のイルミネーション写真を募集中、これ俺も言ってます、俺らもね、うんうん、言ってます。抽選でキュポランクオーカードのプレゼントの、お、いいね、キュポランクオーカードいいですね、うん、とっておきの1枚送ってキュポということです。この3つ、それと別にね、木曜日だよな、木曜日ね、あれ、交通安全なんちゃらでキュポランがクリスマス風の格好してました。マジか、へえ、まあ、イオンモールで、俺がこれから行くとこだけど、俺らがね、俺から行くとこだ、そこでね、キュポランね、あの、クリスマスなんかこう赤いの着てたよ。あ、着てたんですね、うん、帽子だけじゃないんだ、うん、どんどんペコちゃんみたいになって季節で変わる、そうなってくれると面白いかな、うんうんうん、ということです。さあ行ってみよう。イエーイ、今日は
鼻も喉もおかしいの。たけちゃんみたいになってきた。今日は JA あゆみの安行園芸センター第27回開園記念祭りに来てるけぽーけぽーけぽー。次6日です。はい、これ頑張ったやつね。はい、今年も川口マラソン大会に参加したけぽーけぽー。みんなの温かい声援のおかげで無事2キロを完走できたけぽーけぽけぽー。えらいえらい偉いですね。ガシャン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 。これはちょっと偉いですね。ちょっと失礼いたしました。ああ次1110って呼んでいいのこれ。そうです、はい、1110シティドットコムですね、うん、はい、いっ、どっちの声でやっちゃった1110シティドットコムでは川口のイルミネーション写真を募集中。キュッポーキュッポー。抽選でキポランクーカードのプレゼントもあるのでとっておきの1枚を送ってキポーキポー。これで完了でよろしいですか。完了完了完了。今日も会ってきます。イエー。今日もキポラン来てくれるそうです。キポランラン、はい、さあ次ニュース行ってみましょう。ニュースというかね、はい、街の話題をお届けしましょう。イエーイ。まずは昨日から始まっております新春鉢物、植木鉢の鉢ですね、はい、展というのが、13日日曜日まで行われます。これはどこ。川口緑化センター1階展示ホールですね。朝9時から夕方5時までやってます。内容としては小竹梅千両万両。千両万両って言ったのかな。万両、そうですね、万両かな、はい、万両ですね。盆栽等の展示および販売。はい、これは松と竹と梅が売ってるってこと。梅干し、いや、何ですか、鉢植えの中に松と竹と梅が生えてるやつ。すげえ、めでてえってこと。はい、すごいね。梅干しですね、じゃなくて干してねえから干して植えてやるだけと、あと一応別々のもあるらしいですね、はい、というものが川口緑化センター1階展示ホールで行われるということ。これジュリアンのこと。そうですね、あの緑化センターのジュリアンの方ですね、はい、主催は野草研究会。野草じゃないですよね。野草でとったと思います、うん、野草研究会。野草、ね、野草じゃない、ね、さあそんな感じです。さあ次、川口の鳥の市、これは岡面市のことですね、の情報。毎年12月に開かれる川口の鳥の市、はい、岡面市の時期がやってきました。川口では毎年大勢の人が岡面市で売られるかっこめというですね、神社境内の服をかき込みながら自宅に持ち帰ると言われている熊手を求めて集まります。これいつやるかっていうと12月の15日火曜日。はい、わかりました。川口にいます。川口神社で一番大きな市が行われ、12月19日には川口西口にある飯塚氷川神社で、12月23日水曜祝日には鳩ヶ谷氷川神社にて開催されます。場所が移るわけだ。また神社の周辺には様々な屋台がずらりと並び、毎年子供から大人まで大勢で賑わいます。当日は交通規制がありますので公共交通機関をご利用ください、ということですね。あれだ、川口駅東口の駅を背中にして右側の道、うんうんうん、あそこのおさむさん家に向かう道が全部屋台になります。屋台になりますね。すごいです。すごいです ね屋台銀座だよね。一瞬にして街ができてしまう。そうそうそう、うん、去年行ってきたのか。去年行ったな。でおさむさんのとこで最後飯食ってきてる。これはいいかな。ちょうど15日の日には4時にミルウォーキーに来る、集まるということで話がついております。さあ何をやるかはその時お楽しみにということです、ね。岡面市、何しろすごいです、ね、そっからずっと行って突き当たって左に曲がってまた右に曲がって川口神社行くんですけれども、うん、それまでずっと屋台。そうそうそう、すごい。何個ぐらい出てるんですかね、あれね。100じゃ効かないでしょ。効かないと思いますね、多分。何百、うん、結構大きいのもありますよね、ブースで。そうそうそう、居酒屋みたいに、うん、テーブルがあって、それは川口神社の中に
あるね、お店屋さんみたいな、お店屋さんみたいに作ってたりとかするのもありますね。そりゃ昔あんなのはね、急にできたらみんな盛り上がるよね。すごい、まあ、一回見に行ったらいかがでしょうか。これ朝からやってるの？あ、午後ぐらいから、どう、午後、そうですね、夕方ぐらいからなんかやってるイメージですけどね。イメージとしてはね、学校終わってからいつも行ってたんで、夜しかイメージないです。そうだね、昼間はね、あの仕事行ってるんでね、行けないんで、いつも、ね、平日だもんね。飯塚氷川神社ってどこ、西口、西口出て、あの、左、左の方ですね、はい、あ、左、左か、左の、あの、なんか突っ切っていく方、はい、うん、あそこか。何時までやってるんですか。夜11時ぐらいまでやってる、 10時ぐらいか。一応、鳥の市は12時までみたいなんですけど。あ、12時までなんだ。でもまあ、結構早めに皆さんお店上げられてしまったりとか、かっこめっていう岡目市の、いわゆる本来はその熊手を買いに行くところですね、うん、はい、ぜひあのかっこみたい方ぜひ行ってみたい。神社の中で、ちっちゃい1000円のこれぐらいで売ってます、これぐらい、棒がこれぐらいで、うちの店にもこう飾ってあります、うん、まあ、ちょうど本当に手ぐらいですよね、うん、大人の男の人の手ぐらいの大きさ、はい、そんなのも売っておりますので、ぜひ、いわゆる物見遊山で結構です、間違いなくね。楽しいっす、楽しいっす、ワクワクします。はい、そんな岡目市の情報でした。はい、15日です。来週火曜日だね。来週火曜日で、はい、火曜日です、火曜日です。さあ次、新春川口七福神巡りバスツアーあったね、どっかに。あ、そっちに、ほら、あ、しっかりね、あ、ありますね。川口市観光物産協会協賛、これですね、うん、でもちょっと高いです。しょうがないのか、まあ、バス手配したり、ね、お昼ご飯手配したりと。そうだね。さあ、これをお話なんですけれども、密かな人気で毎年続いている川口の七福神巡り、はい、密かな人気って言い方いいですね。密かですしばらくやってますが意外に盛り上がらないって言ってもいいよね。僕去年回ってますよ。行った、すごいな。毎年じゃない、今年か。川口の七福神巡りと、ベテラン添乗員がご案内させていただきます。地元でも意外と知らなかったり、なかなか全部は回っていないもの、ぜひ新春のこの時期にゆっくり巡って気持ちを新たにしてはいかがですか。日程が大変なんだろうな。1月3日です、はい、日曜日です。ということで、1月3日に行われて、集合場所はリリア前、西口ですね、あの辺に行けばあると思います。集合時間8時15分、参加費用これが6800円。テスター行った時もこんな感じ。あ、僕はこれではなくて個人的に車で自分で回って。あ、そうなんだ、という形ですね、はい、そういうツアーね。6800円、参加費用に含まれるもの、バス代、昼食代、保険代、添乗員費用。受付はですね、どこだこれ、観光協会かな。観光協会ではないです、うん、ではないんだ、はい。048-224-1011 です、こちらまで。これホームページからか載ってんのかな。はい、あります。はい、ネオ川口の方にも一応ネオ川口の方にも載ってました。協賛が観光物産協会だ、はい、主催は会社です、旅クラブっていうところです。川口の本庁か、誰のところ。はい、そんな感じです。あと細かいことが書いてありますので、各自お調べください。武州川口七福神っていうんですね。川口駅の方行ったり、東川口の方行ったりと、1,2,3,4,5,6,7、うん、楽しそうですね。昼食は安行、の、 あの料亭ですね、勝手金子になりますということです。これビールですよね、恵比寿さんね、恵比寿さん、恵比寿ビール、福六寿でしょ、あとなんだっけ、大黒天、あ、全部出ない。はい、意外に物知らない羽鳥でした。密造院さんがですね、すごい大きくてね、
広いんですよね、安行の方の、うん、神様の中でも一番でかいですね。大黒様だよね。はい、はい、三津堂どこだっけな、安行とか峰の方だよね。どこだっけな、昇格寺かな、昇格寺が、うん、あの震災の時に、うん、ちょっと本堂が壊れて、うん、今年2日かな、2日の日に回った時にはまだ壊れたままでした。本当、はい、まだ手が回ってないんだ。はい、あとは釈上寺、それから吉祥院、それから青岩寺、密造院、あと血伝寺っていうの、血伝寺ですかね、うん、あと西密院、これが東川口のことですね。院っていうのがあったり、寺って呼んだり、寺って呼んだり、いろいろ大変なんだよね、これね。ねえ、昔の漢字ってあれですよね、たまに難しいっすよ。まあね、漢字はね、その時によって読み方は違ったりするからね。まあそんな感じです、はい、連れてっていただいて、ご飯も食べさせていただいて6,800円で、はい、細かいこともその店長員さんが教えてくれるんじゃないか、そういうイベントです。1月3日、はい、バス旅行いかがかなということです。続いて市民コンサートにね、姉妹幻覚、こちらの日程ですが12月19日と来週ですね、来週行われます。はい、千葉市民ホールです。入場無料、申し込み不要ということで、津軽三味線姉妹とバイオリン姉妹、両方とも美人さんですね。バイオリンの方にはピアノの方も入ります。バイオリンの曲がバッハ2台のためのドッペルコンチェルト、それからビバルディの式、こちらのメドレーですね。いいとこだけ撮ったんでしょうね。全部やると20何本ありますからね。はい、あとクリスマスのメドレーなんかを演奏してくれるそうです。はい、中村姉妹ゆかりさんと、りなさん、両方とも里がつきますね。ですね。はい、そして津軽三味線の姉妹、こちらも姉妹ですね、2人です。こちらはですね、津軽ジョンガル節、古い方の旧節というそうです。あとソーラン節、ゴキリコ、ほか、うん、そうだね。北村姉妹、こちらはミリさんとマオさんですね。ミリマオ、ミリさんとメートルさんだったら面白いんだよね。ミリメートルミリさんと弟子さんとかね。ミリデシリットルミリデシリットルって言わねえだろ。デシリットル、デシリットルはその10倍だからだよね。デシリットルはね、そうでしたっけ、うん、10デシリットルが1リットルじゃなかったっけ。あ、そうだったと思います。だよね。100ミリリットルが1デシリットルだよね。1デシリットルって単位いらねえだもん。いらないですよね、うん、あれはいらないと思う。何アールっていうのと何ヘクタールっていうのとねあれも10倍違うんだっけ。忘れた。忘れんなよ。でも今習ってる最中でもデシリットルって使わないですよね。使わないわ、ね、小学校の時にそれのプリントが配られた時デシのところだけカッコつけられてます。あ、本当？カッコつけられて、もうそのうち教えなくなるのかな。多分そうだと思う。無駄だよ、ね、あの今世紀最大の無駄デシリットルリットルの書き方もあれですよね。私こうやって習ったんですよ、クーンってやるやつ、うん、でもみんなこうやって書くんですよ。 L で、 L どっちでもいいんじゃないの、分かれば。はい、はい、そういうお知らせでした。さあ次、はいよ、川口芝地区芝の商業祭りシャオンセール、歳末シャオンセール、これ15日火曜日まで、最後までやるよ、ね、はい、そんな感じで、参加店でのお買い上げ500円ごとに様々な景品が当たるお楽しみ抽選券がもらえます。はい、あ、特別賞は2月14日日曜日開催の芝の商工祭り商業祭り交流会、石川純子さんですか、これは石原、あ、石原純子さん、はい、山水に旬と書きます。あの今が旬だね、カツオがさっていう旬です。山水に、ね、歌謡ショーご招待ペアで、これは嬉しいものなんでしょうかね。お楽しみ抽選券が180名様に当たります。うん、いや、それは、1等賞から5等賞の方ですね。あ、それが全部で180人。はい。はい、1等賞、うん、
茨城県産。はい。美味しい新米コシヒカリ5キロ。コシヒカリ。そして二等賞。これ上総市、はい、千葉県茨城県。茨城です。茨城県。茨城県産って書いてあるんだもんね。上総市の特産品手作り味噌。これはつくば誉れかな。ですね。つくば誉れだと思います。つくば誉れ詰め合わせ。はい、そして三等賞、やはりこちらも上総市の銘菓、お菓子ですね。いおりあん、それのせんべいともなかの詰め合わせと。四等賞は1000円、当たり券でお買い物を利用できます。いわゆる1000円の商品券ですね。はい。そして五等は100円、当たり券でお買い物ご利用いただきます。100円はちょっと微妙だな。まあいいか。くれるっつうんだからね。芝地区でそんなことやるの。商業祭り。芝地区商業祭り、市の商店街連合会入ってねえんじゃねえ、受けたんじゃない、ブツ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 言ってる。今日会長に聞いてみよう。まあ歳末社運セールということで、はい、何聞いてもやるか、やりますか、ね、来年ね、来年、まあ今すぐには、ね、今は無理だよね、これからは無理です、歳末僕変えるんだって大変なの。さあそんな感じで芝でやっております。はい、さあ次、KTN30、何度かご紹介しておりますけれども、今月はもう最後の最後だね、12月30日になりますね、今年最後の KTN、 はい、 KTN は川口で T が楽しく N が飲もう30日ってことでね、30日に毎月行われております。はい、川口周辺の飲食店が毎月30日に特別メニューを提供するイベント、 KTN30 が12月30日水曜日に開催されます。今年最後となる KTN30 の注目イベントは、ライブミュージック&レストランバーショコーン、まこっちゃんとこですね、で開催されるスペシャルナイト、ギターマン、ギターとマンの間に星が入ります、ギターマン、すごい感じ。すげえアイドル見てたな、アイドルです、あびっくりした、近所の子かと思ってた。でライブの、ナンバー24年忘れギターマンディスコ、ギター弾いてディスコやるの、ディスコディスコが開催されるそうです。まあ、KTN30 なんですけど、まあ、こういうねチラシと、はい、これはチラシじゃないです、配られておりますが、まずショックオン、それからストックヤード、あとバルデブエルト、それからバードハウス、クシマル、ナッティダイニング、食坊四季、トラットリアおさむさん、そしてソル、あと、うのじ、あと、ヨーコスタイル、梅とうぐいす。こちらのお店がそこに入っております。増えましたね。増えましたね。ヨーコスタイル、最近できたしね。最近でもねえか。創作家庭料理バー。どこ？ヨーコスタイル。あ、ヨーコスタイルね。はい。お肉、これあそこです。あの、あれあれ。ステーキ屋さん。あそこの奥さんだと思った。やるじゃん、やるじゃん、やるじゃん、ということです。シャトーブリアンが3000円なの。すげえ安いっすね。うのじさん定休日、小江戸黒豚×ハモンセラーのダブル豚骨ラーメン、ソロでやってんの。何やんなって。スープがなくなり次第終了、500円ってなんだよ、おいおめえ。ソーセージ屋だろ、ソーセージ屋さんのラーメン。だからソーセージを作るために、うん、あの豚肉とかを取ると、そうそう骨が残るから、それで豚骨ラーメン、豚骨ラーメンじゃないんですか。あ、そうだろうな、大変だろうな、だと思うんですけど、そんなこともやります。定休日、宇野寺さん、うん、梅とぐいす豪快サバの炙り棒寿司、どこや、ここ寿司屋だっけ。違うよね。炙り棒寿司ってどういうことですか。あのこうなってる。あ、そういうことですか。そうそう、バッテラみたいなやつ。こうやって棒寿司面白いこと言う。でも行ってみたらそうだったりして。楽しそう。あのなんかあれ、ね、うん、なんだっけ、ご飯。握りが。そう、握りにブスって出してあって、その上に魚置いてあってパクみたいな。そう、持ちづらいと思う。持ちづらい。食べづらいと思う。食べづらい。しかもそれサバだし炙ってるし、いろいろ大変なこと、いくつからなんだよ、一つずつ超えていかなきゃならない。楽しそうじゃないですか、棒寿司。あ、それでもちょっと商品になるかな。いかがでしょう、棒寿司。
はい、あとはグラスワインとアフレスパークリングワインとか、ナポリピッツァ、くし丸は串揚げ100円、イエーイ。はぁ、ナッティーダイニングはナポリピッツァ1枚無料プレゼント、マジでか。ピザ、うん、いいね。あと食坊四季さんは、あとおさむさんもそうだ、おせち、おせち、はい、3段重ねで、四季さんは4万5千円、おさむさんは1段1万円、2段が2万円、おお、うー、それぐらい勝っちゃうな、おせちって。おせちはかかりますね、手間かかりますからね、大変だあれ作るの、昔の人はよく頑張ったよね、みんな今買っちゃいますもん ね。そんなところで四季さんと、おさむさんのところでやってますか。それも大変だよね、もうプロがやら当たり前っちゃ当たり前か。ぜひですね、12月30日水曜日、もう忘年会も終わった頃ですね、あと身内でやるぐらいの感じかな、12月30日、はい、ね、ぜひ川口の方に足を伸ばしたら、こっちのお店行かれたらどうでしょうかということでした。イエーイ。はい、さあ次ゴミのお知らせ、ゴミゴミ、はい、ゴミのお知らせ、毎年毎年我々頑張ってやってますね、はい、はい、今年はですね12月29日火曜日から休みです、ということは28が最後ですね、1月3日までお休みということは1月4日の月曜日からということですね。まず粗大ゴミの話がこれです。電話受付は年内最終は28日月曜日。でも28日だと、すいませんが来年になっちゃいますけどよろしいですかって言われちゃうから、その前に、うん、ね、ギリギリじゃなくて、ギリギリじゃなくて余裕を持って、はい、28日まで、で年始の開始は1月の4日からということでですね、年末年始は大変受付が混み合い、電話がつながりにくくない、つながりにくくなりますと、はい、休み明けや午前中を避けてお申し込みいただきますようご協力をお願いいたします。12月22日火曜日、はい、の受付分が年内最終収集となります。はい、だから22日に受けた電話が28日になっちゃうと、これは分かります。28日まで受け付けてるけど年内に取りに来てほしかったら22日までには電話入れてくれと、よろしく、はい、ということは21日までに入れた方がいいですね。ですね、ね、書いてあります。ただし受付の状況によっては年明けの収集となる場合がありますことをご了承ください。12月24日木曜以降は、年明け1月4日の収集となります。これインターネットでも受け付けるそうです。インターネット受付は12月17日来週です。来週木曜日よ、ね、青年部の役員会がある、はい、申し込み分には年内中の収集となります。17日以降は年明け1月 8日以降だ。大変だな、もうそんな緊急の話じゃないもんね、ゴミ捨てるだけの話だから。ということで、混みます、ゴミ屋さん、うんうん、大変です。ゴミ屋さんっていうとゴミを売ってるみたいになっちゃいますね。そうですね、ある意味こっちが売ってる感じでお金払ってね。さあそんな感じですので、はい、皆さんお早めにということですね。さあ次行ってみよう。イエーイ。川口市ホームページからです。イルミネーション写真を大募集やけぽー。そっち、うん、そっちか、こっちか。川口のイルミネーション写真の話、さっきね、あのケポランのお話でも出ましたけれども、フォトキポ、はい、こちらはですね、川口光のファンタジー2015っていうのが今やってます。はい、テスさん見た？見ました。ほんと見ました。見た？見てます。見てない、まだね、俺もまだ見てない。え川口行ってねえの？あ、そう言われてみる。行っても昼間だったりするの。気がつきませんでした。川口の光のファンタジー2015のイルミネーションを写真に撮って、うん、いわゆるうわ綺麗だなとピカッカシャッ撮って送ってくださいという話です。駅前ロータリーがありますね。それから公園、いわゆる西口公園です、西公園、そしてキュポラ広場など綺麗なイルミネーションがたくさん。皆さんの参加、いわゆるその写真を送ってくださいって話です。参加お待ちしておりますキュパパパキュパパパキュパパキ
キポポ。キポポ。ポポ。はい。応募規定は、まあ、あんまりやらないです。本人が撮った応募者名。応募者本人が撮った川口イルミネーションを表現した景色、夜景。これの静止画ですね。です。応募受付はもう始まっております。2月の14日まで。2月の14日まで点灯してるんだっけか。バレンタイン。そうですね。バレンタインまで点灯してます。ポトキポ。はい。事前の登録は不要です。応募期間内にツイッター、もしくは応募フォーム、または郵送にてご応募ください。はい。ツイッターは川口イルミネーション応募作品。で、タイトルが、シャープフォトキポです。フォトキポ!キポ!はい。これも、なんか自分で探してください。はい。ツイッターについては分かりません、私。ツイッター民です。はい。一応なんか登録しました。あ、うん。はい。ツイッター、はい、フォトキポということで、なんでフォトキポなんでしょうね、ね、キポ、フォトキポ、フォトキポだ、しっくりくる、うん、まあそこです。これはツイッターの話でしょ。ツイッターの話です、うん、これは、はい、こんな感じです。フォトキポってやると、うん、これでやると、うん、それに関連したツイートがダーンって出てくる。あー、でそこに写真載っけりゃいい。違う、自分で作る場面があって、文とかを、うんうんうん、そこに、一番最後に下のところに、うん、シャープフォトキポってやると、うん、それをで投稿した後に青い文字になって、うん、それをタッチすると検索して違う人のも見れるんですよ。ああ、自分も入ると他の人のが見れると。見れます。はいはいはい、分かりました。分かんないことはメルちゃんに聞いてください。イエーイ。め、何でも知ってるよ。お勉強以外なら。お勉強はテスさんに聞いてください。はい、はい、まあ、そんな感じです。はい、さて、川口市立図書館アンケート、私の今年の一冊っていうのを募集してます。はい、今年読んだ本の中で心に残った一冊、そしておすすめしたい一冊をご紹介ください。選定の上、図書館ダイアリー153号、これは3月に発行します。それに掲載させていただきます。募集期間はもう始まっております。1月5日の朝9時頃まで。朝9時頃頃ってなんで朝9時なんでしょう。ね、職員が来るまでって話。あ、違うんですよ。ただしアンケート用紙の各館への投函は各館の年末最終開館日までと。多分28だったりするのかな。大体そのぐらいだろうな。うん、はい。応募対象者、川口市立図書館をご利用いただいている方、川口市立図書館をご利用いただいたことがない方はご遠慮ください。はい、うん、ね、そういうことです。対象となる本、これはですね、絵本、漫画、これを除くものです。図書、雑誌、紙芝居も除く。そらそうだ。うんうん、応募者お一人につき一冊のみご応募ください。ただし上下巻あるやつとか常駐券とか、うん、それは一冊として一冊とみなして構いませんと。やはり一冊しか出せないけど、上も下も一緒、それで一冊とみなして。シリーズはどうなるんですか。うん、シリーズ本、シリーズ本どこあるの。1巻2巻3巻4巻5巻6巻7巻その中のなんか5巻が面白いよとか、そういう、そういうことですか。5巻。あ、すげえ。こち亀なんか今 何巻ぐらいって130超えてましたね。130超えてた。あれ何年前からあるんですか。俺ら子供の頃からって。40年近い。作者何歳ですか。分からん。こち亀80歳とか10年やってて、70ぐらいになってんのかな。60歳、おじいちゃんなのは間違いないですよね。あ、35周年だそうです。35周年。はい、40年は行ってないんだ。35周年、すごい。そりゃ俺ら子供の頃からあるわな。15歳か15、16か、子供じゃねえか、もうお兄ちゃんか。青年ですね。青年ぐらい。少年はじゃない、少年じゃないっけ、青年、うん、高校生か。青春中ですね。はい、その当時ね。あ、上下巻で一冊とみなしていいです。はい、応募方法は、川口市図書館のウェブページっていうのがあるそうですね。はい、専用メールフォームより投稿してください。また各巻備え付けの所定のアンケート用紙に記入し、
館内の応募箱に投函していただいても結構ですと。なお感想の欄にはその本がどのように心に残ったのか、またどんなところをお勧めしたいのかなど具体的にお書きください。はい、うん、ねえ、これがいいですってところにバンって名前だけ書くんじゃなくて、それどうしてなのかっていうことを伝えてください。はい、そんな感じですね。今年一冊も本読んでませんね。あらら、はい、残念。図書館に行ったことはあります。あります、あります。この前行きました。はい、ですが本は読んでません。はい、はい、じゃあ次、川口のホームページからです。こちらはあなたが選ぶ10大ニュース、パフパフ、うん、そんな時期ですね。ですね、もう終わりですもんね、もう2015年も、これはもう募集が終わっております。一応1月からこう順々に、うん、12月までお届け、お知らせしたいと思います。はい、こんな風に決まりましたということです。決まったんじゃない、あなたにとって印象の強かったニュースを10項目以内で選んでくださいという話。はい、でこうテーマに上がったのが次の話です。はい、1月キュポランが交通安全広報大使に就任、イエーイ、イエーイ。もう一つ、市内17店舗に川口街角観光案内所を設置、うん、これが1月ですね。続いて2月が1件、新庁舎建設基本構想、基本計画審議会が奥野木市長に基本構想を答申、これがあります。はい、3月が3件、市内で初となる囲碁タイトル戦、十段戦を旧田中家住宅で開催。はい、2つ目、生活困窮者、はーい、自立支援制度に先立ち。面白い、面白いです。結構悲惨だよ。大丈夫だよ、生きてる。市内のライフライン事業者などと連携協定を締結。はい、次もう一つ、中央道路一方通行解除、あそこアイムチューンとかな、はい、あそこは一方通行じゃなくてね、そう、双方向通行っていうの、普通の道になりました。うん、次4月、統一地方選挙により県議会議員市議会議員がそれぞれ選ばれる、はい、はい、大変でした。そして税収納率、税収納率ですね、税の収納率、切り方間違いです。はい、税の収納率向上を目指すため特別債権回収室を新設。はい、もう払わねえと差し押さえのことやろって言って。はい、そして同じく4月、川口市立川口市生活自立サポートセンターを市役所第二庁舎に設置。はい、はい、幼児期の次、幼児期の学校教育保育や地域の子ども子育て支援を総合的に推進、子ども子育て支援申請を開始。はい、これが4月です。分からん、分かんない。そして5月が3件、はい、川口の芸術文化を一堂にということで、リリアで第1回芸術祭開催。はい、それから社会教育施設や体育施設の利用申し込みを行う施設予約システムがリニューアル。ほう、横曽根浄水所で小水力発電開始。はい、これは見ました、うん、テレビでね。はい、見ました。こちらでも紹介しました。そうですね、紹介しました。次、6月はないですね。ないね。7月がパパパパってあります。スキップシティ、こう D シネマ音楽、映画祭201号のオープニングで川口が舞台の鉄の子が上映された。おお。そして川口洋都所属の桝春菜選手、女性ライダーですね、こちらが女性初の S 級オートレーサーに昇格ということです。次、中学校教室、私立幼稚園にエアコンが設置され使用開始。もうエアコンついてる。あ、結構前からついてます。あそこそうだよね。あ、うちは。俺が子供の頃からついてました。お、いいな。はい、次。同じく7月ですね。日光なり道鳩小屋地区夏の陣。朝顔ほおずき市開催。8月がたん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 と2日で2つ半あります。総額26円、従来よりプレミアム分がパワーアップした元気川口商品券発売、これすごかったですね。あと新庁舎建設基本構想、基本計画審議会が奥野木市長に基本計画を答申、さっきとは違うんだろ。うん、違うみたいです。うんうん、次、
中核市、ちょっと大きな市、大きな市っていうか扱いが変わってくるんですけれども、中核市に移行するんです川口、うん、に関する市民説明会を5つの会場で開催。これが8月と9月にまたがっております。さあ9月コミュニティ FM 川口 FM 川口が開局、うんうん、はい、あと川口ごとでナイター開催、ほう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 、あと広報川口が創刊800号を迎える、ほうほうほう、9月、そして10月、荒川運動公園でドッグランとバーベキュー場、これが始まった。誰ですか誰ですか、あ、しまちゃんだ、しまちゃんごめんね、今生放送中という電話にも出てしまう俺、しまちゃんでしたはい、次、平和都市、はい、平和都市宣言30周年を記念、はい、青木町平和公園、青木公園ですね、広島の原爆で被災した青霧、平和の木が植樹された。おう、あと新私立高校、これの起工式が10月にすでに行われてた。はあ、川内市産品フェア201号がスキップシティ開催。そしてキュポラ広場でキュポラフェスタ野猿を初開催。あれ、9月もっと大事なことあったよ。ありましたよね。思った、川口フェス乗ってないですね。なんで野猿が乗ってて川口フェスが乗ってないんですか、ね、びっくりだね。ひどいです、うん、まあ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 、あ、タタラも乗ってないですね。タタラも乗ってないね。ね、ああ、こっちそう言われてる。あ、そうですね。これ観光協会さんが重大、あ、観光協会がやってんのか。重大ニュース選んでるんで。ふざけんなよこの野郎。もう終わっちゃったからしょうがないよ、ね。ひどい。はい、ゆるキャラグランプリでキュポランが101位から43位にジャンプアップ。イエーイ。キュポランおめでとう。それからマイナンバー通知カードの発送開始。これが11月です。はい。やっと届いたらしいです。うちに。届いたんじゃね。あの。お届けに上がりました、紙が来てた。さあ次11月ですね、中核市への移行に向けて川口市保健所設置基本計画を策定。おお。そして12月には赤ちゃんにっこり応援金の申請受付開始と。なんか心に響く重大ニュースありました？ここにないです。しかしふざけてんな、野猿のことは言って、フェスのことは言われて、ふざけてないことやろって。野猿がやってるところでもやりましたよね、ねフェス。ちょっとなんか、他人事にされてる。第5回フェスに向き合ってる。だっけ？それただの T シャツじゃないで、この番組。ちょっとカチンときてますけど、まあそんなに怒ってますよ。こんなもんかい？あとなんかあった？実は思いつくのは、うーん、なんだ、なんでしょうね、なんでしょう。西川口駅60周年記念って今年で、あ、去年か、去年か、60周年は去年、去年か、去年か、去年の8月の31日、ね、はい、そんな感じです。で、この中から10個選んで応募してくれっていうお話がありましたっていうお話でした、はい、ということでいいですよね、はい、理解としては。はい、さあ次、アートな年賀状展。はい、こちら何度もお知らせしております。こちらですね、はい、お猿、これ来年猿年、毎年毎年、うん、まあ、市民が参加できるアート展っていう形でやってますので、これいいよね、ね、あの皆さん、ね、応募していただけると、これお金かかんないし、かかんないし、かかってもね、52円ですか。そうかそうか、ええ、はがき代と、あとはこう画鋲代画鋲代はないですから、ない、はがき代だけですから、ないです。で、持ってけばただですしね。そうだよね、切って貼らないで持ってけ、まあそんなことがあります、もうすでにですね、皆さん年賀状を書き始めてたり、構想があったりとか、もうすでに出しちゃったよっていう人も中にはいるでしょう。まだですね、全然です。年賀状、学校では、学校ではみんなで住所聞き合ってるんですけど、うん、でも聞いてるんですけど、うん、どうしようかな、まだ考えてる途中ですね。そうだよな、一人に送ったら全員に出さなきゃね、みたいな。そう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 、そういう、とりあえず聞かれた人には聞いて、はい、みたいな。うん、そうだね、はい、そんな感じでアートな年賀状、自分の作品
あるじゃないですか、自分で考えてこう、うんうんね、印刷して出したりとか自分でプリントアウトしたりした、そんな年賀状を送ってくださいということですね。それを貼っちゃいますみたいな、一枚のハガキに気持ちを込めて新年の挨拶を送る年賀状、手作りの年賀状アトリアへも送ってください。送っていただいたものは全て新春企画アートな年賀状展2016で展示いたします。オリジナリティあふれる年賀状をお待ちしておりますということですね。応募方法は簡単、送りゃいい、送ってください、はいね、送ってください 送りゃいい、郵便番号 332-0033、 多分これでつくと思います。川口市並木元町 1-76 アートな年賀状係まで郵送いただくか直接持ってくるか、年賀状なのでサイズは あのものでお願いします。厚みは5ミリ以内ということは木の板とかっていう可能性もあるね。5ミリっていうと結構厚いです。1ミリの5倍あります。ここあります。板の年賀状か、はい、すごいす、ね、っていうのもありかな。はい、はがきのサイズでお願いします。で、オリジナルのものに限りますということです。そりゃそうだな、うん、コンビニで買ったやつとかダメですよ。ダメです。出品は無料です。まあ、郵送代は自己負担、どなたでも参加可能です。応募はお一人様一点限りとさせていただきます。差出人欄には出品者の氏名、住所、電話番号、返却希望の場合はその旨も記入してください。はい、いわゆるそのあと応募面、こっちが A だとするじゃない、こっちに自分の名前とか住所とか電話番号とか書かないよ、ね、一応個人情報扱いになりますので、展覧会の趣旨または公序良俗に反する表現と判断された場合、公開をお断りする場合があります。まあ、お店の宣伝とかが引っかかるのかな、これは。どうですかね、お店の宣伝 OK なんじゃないですか、アートだったら、うん、アートならいいのか、いかにアートにするかいかにアートにするかですね。はい、そんなことも行われます。あと返却希望の方の作品は1月31日から3月6日までね、窓口でお預かりしてますということです。はい、直接取り来い、こっちから送んねえぞと。はい、そういうことです。あれどうなんですかね、あの往復はがきにして送り返してとかってありですかねいやいや、往復はがきってはがきは別じゃんあれってこう折れるじゃないですか、うん、折れるから、でこっち側で送ってもらうの、終わったら送っていいじゃん、1枚ぐらい。そうですよ、大丈夫だよ、それの分のお金がもったいない。キチキチしないでよ。はい。あと応募に関する個人情報は主催者で適切に管理し、第三者には公開いたしません。はい、なお返却期限を過ぎた作品については適正に処理いたします。ぱい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 。あの下が当たってるかどうか見てから捨てるか。お年玉でいいはがきね。はい、そんな感じです。当たったことないですね、あれ多分。下？多分当たったかどうかがわからない。まあ、切手は当たるよな。だいたい切手はまあね、当たりそうな感じが。あれ3つぐらいあるんだっけ？2桁で。3つだから4つなんだよ。まあそうですね。はい。まあそんな中、その次がなんだっけ？まあ毎年変わるのか。でも大きいの当たったことないね。自転車だとかさ。でも当たったら当たったでちょっと悲しいですよね。うん、自分の送ったハガキが当たったって。ああ、そっちは見ないようにしてる。こっちは見ないです。あげた宝くじの番号は控えないということ。あとね、自分が痛いじゃん、なんかあ、まあね、こいつ当たったみたいな、自分の手つふあげた俺が貧乏のままなんでお前がみたいなあると思う。年賀状か、はい、そんな感じです。はい、それから西川口国作戦、この前今年ラストが終わりましたね。はい、でさ行ってきた次、はい、結構飛びますね、はい、次のクリーン作戦、はい、これ年に何回かって なったんだよね。一応年に4回やることになりました、はい、次の作戦クリーン作戦は3月6日日曜日ですということです。あとキュポラ昼間のイベントチャラチャラっとご紹介しましょう。はい、はい、もう5日終わっちゃったね、6日終わった。で26日土曜日、はい、これは10時から17時まで
これは26、27と連日行われます。第13回川高書店、川口高校県立の方ですね、そっちの方の書道の展覧会です。それと、合同開催で第10回中学生書道展が一緒に行われます。これは26、27です。年末を迫ってますね。はい、感じです。さあ、次はメディアセブン情報。今回はですね、23日それから24日に子供アニメシアターということでスノーマン、こちらお届けいたします。雪だるま作ろうっていうの。違います。あ、そう、雪だるま、スノーマン雪だるまじゃないですか。まあそうだ、が見られるそうです。そしてメディアセブン寄せ、こちらは1年の始まりでござる、初笑い新春寄せが行われます。こちらは1月の13日水曜日、19時から21時まで、大人1500円です。定員は80人ということで、今回はですね、また田波千優さんが引きます。今回落語ですね、滝川小伊作さん、そして岡戸智子さん、岡戸智子さん、こちらはそういわゆるおことです。ディンディンディン。あと落語家で三遊亭満吉さんですね。住んでんのが満吉なんですよかね。はい。はい。そんなラインナップでお届けいたします。これが1月の13日。そして展示としては、1月30日から2月の7日まで、万華鏡200年展。万華鏡が誕生してから200年を迎える。ということで行われます。あ、そんな感じです。あと落語シリーズ、落語今日は明日ですね。今日は明日です。やぶしょうさん、今日がやわらです。サウナ、これ女性はいけない、男性で、男性専用の、これは、はい、行けば見られます。19時半からですね。サウナの中で、サウナで、サウナ代だけください。そして明日やぶしょうさんでですね、はい、こちら行われます。ブラボーさん、ブラボーちゃん、こうやってシラリンちゃんね、それで機動戦は1000円、前売り券だと割引がありますが、残りわずか、時間的にね。やぶしょうさんは西青木 4-5-28 です。いい、東口連合商店街主催なんだそうですか。あ、俺もだということでお知らせでした。今日は明日ですね。はい、はい。あとこちらガレージセール今日やってます。ガレージセール、これで終わりなんですよ。はいはい、ガレージセールが川口アートファクトリーこちらでやられておりますが、建物の老朽化が進んで、今回で最後という情報をテッさんが仕入れてきたということですね。ライブ&トークで阿賀田盛雄さん、トリオポンジマイスと東谷健二さんかで行われますガレージセール、こちらもお届けいたします。はい、さあ今日もお届けいたしました、まちからじゃ。これから私はですね、ダイヤモンドシティの方に行きまして、はい、メンチョブかね、それで抽選会司会やってまいります。その前に浅見康二郎さんハーモニカのライブがちょこっとあります。ぜひお買い物ついでで結構です。ダイヤモンドシティまで来たらいかがかな。さあそんな中でちょっと鼻垂れながらやってましたね。今日は鼻ずーずーすすりながら失礼いたしました。人間ですんでね、人間だもん、弱人間だ。はい、こんな感じでお届けしました。お届けいたしましたの私もちゃもちゃハトリ月晶めるです。そしてテイツです。はい、ヘッド壊れちゃったね。さあそんな感じで、おきさあこの番組はですね、川口元郷にあります御霊屋用品店、はい、もう再生終わったかな。終わりましたね。はい、ここの方が別にあんの、お歳数終わり、はい、そして西川口駅西口そばどころ二光さん、はい、こちらの提供でお送りいたしました。ありがとうございます。はい、我々放送を担当いたしましたのは NPO 法人まちづくり川口、ね、次のはお掃除は3月6日だっけ。はい、3月です。新春はですね、今度年4回という形になって新たにスタートかなということです。はい、今年あと1回2回放送かな。はい、2回です。そんな感じになると思います。今日も1時間お付き合いいただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひダイヤモンドシティお越しください。
また来週。また来週。